5年後、10年後の AI。誰がわかるんだって話ですよね。チャット GPT っていうのが出て、まあ1年とちょっとしか経ってない。僕らが何の仕事してるかわかんないですよ。AI 側がこっちの行動に対して、いろんなことを誘ってくれるようになってる。その一人一人が使いこなさなくても、その我々が取り巻く構造自体がそれを使っていれば、みんながみんな何かできるわけじゃないですよね。うん、こんにちは、スタートアップチャンネルです。こんにちは、リンクアップ代表の頃です。フリーアナウンサーの林理瀬です。さあ、本日も先日このその仕事を AI エージェントがやっておきました、出版されました西見正弘さんゲストにお迎えしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。シリーズで AI に関していろいろとお話を伺ってきましたけれども、本日は5年後10年後の AI どうなってるか、そして AI とスタートアップ事業開発どういう関わりになっているか、その辺の大胆予想をいただきたいなと思うんですけれども、誰がわかるんだって話ですよね。ちょっと私もテーマを言っていてましたけれども、さっきも田中さんの話したんですけど、はい、あの空って出たじゃないですか。そうですね、のあの動画生成する AI ですね。すごいっていうか衝撃ですよね。で、最近も GPT-4 すごい頭がいいって話でも、はい、去年すごい持ち切りだったんですけども、はい、クロス3の、うん、オーパスっていうのが一番、うん、頭いいモデルですけど出て、はい、すごいすごいんですよ。あ、そうなんですね。僕はもうすごいとしか言えないんだけど。トーク数が多いってことですか？トーク数も多いし、プロンプトの中に入っているその文章からちゃんと情報を抜き出すのが高いんですよね。へぇー。GPT-4 だと頭と尻尾しか大体覚えてないみたいな、うん、話がどんどん。あ、僕ありますね、うん。オーパスはもっとこう、中の文章を広げる能力が高い。へぇー。ので、たくさんの文章を食わせても、かなりその文章を取り入れた文章を生成できるっていう感じなんで、うん、体感でもわかると思います。ものすごいたくさん文章をぶち込んでやってみると分かると思います。へー。それが1年とか半年とか数ヶ月のスパンで出てきてるってことですもんね。チャット GPT っていうのが出て、まあ、1年とちょっとしか経ってない。そういえばそうでした、はい、5年10年ってここからグイッといくと考えるとね、僕らが何の仕事してるか分かんないです。あー、生成 AI の進化というのが生成 AI によって進化の速度が上がってるんですよね、うん、インターネットの進化、インターネットの進化したみたいに、生成 AI の進化、論文とか使って皆さんね、いろいろ新しいモデル作るんですけども、じゃあいろんな論文が死ぬほど出てますけど、生成 AI をぶち込んだらできるんで、うん、そこがまさにエクスポネーションで加速してるって側面ありますよね。ありますよね。まさにそれの掛け算がいわゆる AGI みたいな発想になってくるっていうことですね。アーティフィシャルジェネラルインテリジェンスですね。いわゆる汎用的知性っていうふうになってる。オープン AI のミッションはそこに至ることですね。あ、そうなんですか。 AGI を生み出すというのが彼らのミッションで、言語モデルを開発していると。あ、へえ、うん、じゃあ道半ばというか、そう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 、この旅路の中の1スナップショットですね、まあ、我々が見てる。あ、そうなんですか。直近で言うと、まあ、日本が今働き手不足になったりとか、うん、いわゆる2024年問題みたいな感じで残業ができなくなるってなった時に、うん、労働需要に対して労働供給足りないんで、そこを埋めていく使われ方っていうのはね、先ほどホワイトカラーが置き換えたとおっしゃいましたけども、そこはどん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 ね、活用するのかなと思うんですけどね。あ、みんなが AI とかを活用する浸透していくのにはちょっと時間がかかりそうかなとは思いますけれども、うんうん、まだやっぱ一部の人しか使いこなせてないのかなとは思ってるんですけど、その一人一人が使いこなさなくても、その我々が取り巻く構造自体がそれを使っていれば、みんながみんな何かできるわけじゃないですよね、うん、この国がどういうふうな仕組みで動いてるかっていうのも、別に我々はつぶさにこう理解をしなくても、その構造の中で動いていくわけなので、そうですね、大きな構造が AI ドリブルに置き換わっていく。はあ、今後しばらくは大企業、 IT 企業と言われる会社さんは AI を重視して研究していくんですかね、開発していきますかね。もちろん AI を使わないって選択肢はなくなると思いますね。あ、その体験からしても、今スマートフォンを皆さんもう一人一台持っているわけですけども、そのスマートフォンっていう体験がもう捨てられないわけですよ。そうですね、もう無理です、うん、その体験なしには嫌だじゃないですか、はい、もうだからやっぱりソフトウェアもスマートフォンで閲覧できるようにウェブも作るし、そうです、ね、アプリも作るしっていう風に、うん、まあ、変わるわけですよね。変わりました。生成 AI の登場ってスマートフォン並みの衝撃だって話が、まあ、話題になるわけですけど、はい、体験が変わるってことなんですよ。
あ、さっきの Google じゃなくてパープレクシティだっていうのも、はい、そっちを知ってしまったら戻れないですね。これが便利だってなったらもう無理です。新しくサービス開発しましょうという時に、その体験を知ってる人が失望しないように作らなきゃいけないんですよ。はあ、これもうあるじゃんって、うんうん、わざわざなんでこんな生成 AI の時代にポチポチとね検索のなんかこうカテゴリー選んだりとか、今の選んだりとかし一生懸命検索しなきゃいけないのと、うんうん、どうしてくれりゃいいじゃんって。ああ、いやなるほど、うん、今までスマホ前提で事業開発とかしていかなくちゃいけなかったですけれども、うん、今後は AI を活用するっていうことを前提にして事業を開発していく未来がすぐ目の前に来てる、うん、そうですよ。もう今そう、うん、ただまだ課題があるとすれば、アメリカのセコイアキャピタルっていうところが AI のいろんなプロダクトの定着率ですねっていうのを去年出していて、やっぱまだ低いんですよね。うん、我々みたいなそのアーリーアダプターと呼ばれるようなテック好きとかだといいんですけど、いわゆるエージェントの出前のチャットっていうのも意外と面倒くさかったりするんですよね。でエージェントになっていくと言ったこと全部覚えてくれてて、かゆいとこ手が届くいい秘書さんになってくれたら、この時間になったらもう社長お腹がすくんで自動的に向こうから問いかけてくれるみたいな感じになってきたらこれって自分が何かやれるのも AI 側がこっちの行動に対していろんなことをいざなってくれるようになってきた、うん、いうなんて言ったらもうこれって浸透していくと思って、まあ、今スマホってそうなってると思うんですよ。気がついたらね、ツイッター上げたら TikTok 上げたら YouTube 上げてるじゃないですか。スマホの通知みたいな感じが来て皆さん見る、まあ、それがもう習慣化してるわけですけど、そこが AI インターフェースで AI の良さっていうのは、スマホだとなんか YouTube のこんな動画ありますよっていう通知だけなんですけど、そこがもっとユーザー の, その状況とかに応じてよりなんか会議の手が届くような、本当に優秀な人だったら社長のスケジュールと会長とかを完備した上でちょうどいい感じの提案してくるじゃないですか。それが優秀なエージェントの場合、うん、多分そういう風に今後なってくるかなと思います。そしたら一気に頭使わない、これは本当に人間とっていいのかどうか悪いのか分かんないですけども、うん、ただそれがリクルートは社会のメインストリームになっちゃったら、そこをベースにしていろんな差別化を起きるかなと。ありがとうございます。ということで AI の未来予想というのをお二人にお話しいただきました。4回のシリーズで AI に関してお二人にいろいろとお話を伺ってきました。 AI によって、まあ、未来は変わるんだろうなっていうのはありましたけれども、すぐそこに来てるどころかもう今根底からぐるっと変わっている世の中なんだなっていうのが、うん、すごく私自身も実感して、もっとちゃんと追いかけていかないといけないなんと、はい、反省いたしました。お二人ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。